この放送は来年こそは同窓会をやりたいカトちゃんさんの提供でお届けしております。カトちゃんさん、あ、カトちゃんさんってあれか。同窓会をやりたいってことは僕の同級生のカトちゃんですね。えー、京都で中華料理屋さんをやっていたりだとか、兵庫県川西市で学習塾をやってるカトちゃんですね。いや、どうもありがとうございます。 えー、どうも、キングコングの西野明弘でございます。公開収録をしておりまして、まあ、ほとんどの方はアーカイブで聞かれていると思うんですけれども、あれ、西野ちょっと元気ないのかと、ちょっとトーン低くないみたいな、えー、思われてる方いらっしゃるかもしれません。何時に公開収録してるかっていうところがポイントなんですけども、 ただいまですね、7月23日日曜日、えー、朝の4時11分でございます。<laughs> お前何時まで起きてんだよって話で。もう1日の終わりに、えー、ボイシーの収録、公開収録をさせていただいております。何か嫌なことがあったとか。 あの、元気がないとかそういうことではなくて、まあ夜中なので声のトーンがちょっと低いっていう、えー、感じになっております。えー、ボイシーの日曜日、えー、本日はですね、えー、リスナーの皆さんからのですね、質問相談に答えていきたいと思います。これすごいですよ。もう今急遽ね、朝4時11分にパッてスタートしたんですけども、こんな時間でも、ね 生配信、今200人の方が、聞いてくれてんだな、すごいね。起きてんだな、こんな時間に。ご苦労様です。本題に入る前にというか、質問相談に答える前に、お知らせがございます。えっと、10月の28日土曜日にですね、幕張メッセで煙突町の踊るハロウィンナイトというですね、 大大大大盆踊り大会がございます。こちらの経営者席と VIP 席。一般チケットはですね、8月の7日0時発売なんですけども、えー、先だってですね、先だってって言い方あってる、えー、?VIP 席と経営者席が、えー、先に出ております。で、今見るとですね、えー、VIP 席が残り108席、そして経営者席が残り111席となっております。うん これ、VIP 席も、軽、え、車、ー、席も、それぞれ、あの、一般フロアにも、えー、行くことできますので、なんかよく聞かれるんですけど、入場チケットついてるんですかみたいな。いや、もちろんついていてですね。えー、軽車席を買われた方は一般フロアにも行けるし、だから、グラの周りにも行くことができるし、えー、軽車席、椅子があるんです。そこに座ることもできるし、ラウンジもあるので、ラウンジもご利用いただけると。まあ、そういった感じになってますね。軽車席と VIP 席、それ、それぞれどこにあるのかっていうと、 会場の、あの、端っこですね。端っこがこうひなだ、ひなんひな壇状になっていてですね。会場の真ん中にあったらちょっと具合が悪いからね、盆踊りだからね。基本的にはみんな立ちですから。あの、椅子はちょっと端っこにあるんですけれども、うん、ちゃんと端っこからも、まあ、劇、劇場っていうか、そのステージの上が見れるようになってるっていう、そういった席ですね。で、そうそうそう、この VAP 席と傾斜席、それぞれ、 えー、Facebook グループ、非公開の Facebook グループを、えー、それぞれ組んでおります。っていうのはなんか当日までに、ちょっと2、3交流あったらですね、あ、あなたも行かれるんですね、みたいな。その Facebook グループ内でね、なんか名前とかアカウントとか見たことある人が、ああ、ってなったら、当日の満足度もまあまあ高いかなと思ってですね、えー、そんなことを考えてですね、えっ、ー、と、経営者席と VIP 席の、 えー、Facebook グループをご用意させていただいて、えー、おります。なので、えー、購入者の方にはですねお、ご案内させていただくので、えー、チェックしてみてください。そしてもう一点ですね。さっきね、あの、公開収録のこの録音ボタンを押す前に、西野さん欲しいものありますかって聞かれたんですけども、まあ僕はないんですよ。結論から言っちゃうと。僕は欲しいもないんですけども、ただ、えー、 この煙突町の踊るハロウィンナイトのスタッフさんに、えー、お弁当欲しいなと思ってます。え <laughs> お弁当のクラウドファンディングやってるんですよ。金衡にして美味しいご飯を食べたいっていう。これもピクチャーブックっていうね、クラウドファンディングのプラットフォーム上で、お弁当支援の、ええー、と、クラウドファンディングやってるんですけど、弁当おごってくださいみたいな。いや、スタッフさん本当本当大変だからさ。 もう設営とかも多分夜通しだと思うんですけども、盆踊りのさ、こう、会場を作るって本当大変なんだね。提灯7000個用意しなきゃいけないとか本当ぶっ飛んでるじゃないですか。でもなんか、あのー、そういうことをやろうっていうことで、頑張ってくださってるスタッフさんたくさんいらっしゃいますんで。で、お弁当が2000食ぐらい必要なんですね。 で、これを、えっ、ー、と、今、募集しておりますので、えー、ぜひよかったらですね、お弁当支援いただけたらなと思っております。今言うと、VIP 席もお弁当支援も、どちらも、クラウドハンニングのピクチャーブックというですね、えー、サイト上で、えー、募集しておりますので、よろしくお願いします。そんなこんなで本題に入りたいと思います。今日は、えっ、ー、と、日曜日なので、皆さんからの、 えー、質問相談に答えていきたいと思います。もう何でもない質問からいきましょうか。えー、子供たちの夏休みが始まりました。川西市の西の少年の夏休みの過ごし方を教えてください。やっぱり変わり者の変礼はありましたかいや、ない感じがするな。あのー、普通に、 父ちゃんとセミ取りに行って、まあ朝は、クワガタとか取りに行って、早朝ね。で、普通、なんかスイカとか食べて <laughs>、夏休みの宿題多いなとか思いながら、夏休みの宿題して、うん、で、友達と、 午後から友達遊んでみたいな感じで、普通の田舎の男の子ですね。<laughs> 元気な男の子。で、ただ東小学校っていうとこ行ってたんですけども、夏休みの期間中はですね、小学校のプールが開放されてたので、うん、とうそのプールに行ったりだとか、で、そこで夏休みの間に友達と会ったりだとか、 まあそんな感じで、あの、お金のかからない遊びをずっとしてたっていう感じで、普通の男の子ですね。元気な普通の小学生。<laughs> <laughs> <laughs> 覚えてるのは、なんかね、夜ね、あれ、なんかこう、日の用心とかやったんですよ。カンカンってこの、 表紙みたいにカンカンって叩いてさ、町内をこう回るんですけれども、あれがすごくドキドキしたのは覚えてますね。夜9時ぐらいに家出ることってないじゃないですか。8時だったらな。まあ暗くなってから家出ることってなかったから、田舎の夜はちゃんと暗いからね、危ないんですよ。だから夜家出るっていうことはなかったんですけども、なんか当番が回ってきて、 友達、近所の友達3、三、四人とですね、その、お父さん、お母さんと一緒に、この標識も、標識なのかなあれ。カンカン。昨日の用心。マッチ一本、火事の元とか言いながら、町内回ってたんですけど。<laughs> あれ、何だったんだろうなあれ。ですが、それがすごく、なんかドキドキしたんですよね。なんか、 暗いっていうのがすごいエンターテイメントだったんですね。子供るには。で、それは実際、あの、大人になってその経験を生きて、あの、万画寺っていうところでね、僕、地元のお寺さんなんですけども、そこで煙突町じゃないや、チックタック光る絵本と光る万願寺展っていうのをやったんですよ。YouTube に動画上がってると思うので、メイキングとか、あとはダイジェストの、えー、見ていただきたいんですけども、あん で、を作るときに、あの空間を作るときに、まあ、あれ最終的には、寺をですね、全部ライトアップしたんですけど、めちゃくちゃ大規模な。もう、田舎のさ、山奥にあるお寺さんなんですけど、人が3万人来たんですよ。もうパ、大パニックです。で、そのガン辞典のときに、あの子供のときの経験っていうのは生きてて、駐車場があるんですけど、駐車場から、えー、っと、漫画の山門っていうか、入り口のね、 門までちょっと歩かなきゃいけないんですねで。そこどうしようかと。そのストローク結構200メートルぐらいあったのかな。で、あの、まあ、足元照らさないと危ないからさ、電気もこうこうと炊こうかっていう話だったんですけども、いやいやいや、ここ暗、真っ暗にしちゃおうって言って。真っ暗っていうか、まあ、光をなるべく減らそうと思ったんですよ。それやっぱり、子供の時の経験が生きてて、 あの暗いっていうのは怖かったんだけれど、すごいエンタメだったんだと。暗い暗い道を友達と一緒に、あるいは父ちゃんとか母ちゃんとかと一緒に歩いて、んで最終的に光にたどり着くわけじゃないですか。それは子供の時の場合だったら僕は玄関でした。家の玄関でしたけど、明るいところに入った時のその安心感っていうか、あれがぐっと、えー、来た時の、ああ、家っていいなと思ったし。 光っていいなと思ったんですね。で、あれはすごいエンタメだったなと思ったときに、そういったものを作りたいなと思ってね、駐車場からね、三門までね、ほぼ真っ暗なんですよ。まあ、えっ、ー、とうん、10メートル間隔ぐらいで、床に、床にとか道路のね、の上に、えー、ろうそくが立ってるっていう。まあ、ろうそくはこれ火事ならないように一応で、電気のね、電気のうなんですけど。 がポン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 ってあるぐらいで、次の明かりまでめっちゃ遠いんすよ。だから、ちゃんと注意しておかないと足踏み外すし、みたいな。でもあの感じがすっげえなんか、か子供の時にやっぱ夜はちゃんと怖かったですもんね、夜道は。なんか帰りが遅くなって日が落ちた時っていうのはちゃんと怖かったし、で、早く帰んないと。 大変なことになるって思ってたしね、なんか。うん。だからあれはなんか、すごく、夜っていうのがすげえ特別なもんだったですね。それがすげえ今ちょっと喋ってる思い出しました。ごめんなさい。もう夜中のさ、もう4時過ぎに撮っちゃってるから、テンポ悪いっすよね。<laughs> すいません、えー。ごめんなさい。 えー、どんどん行きたいと思います。続いての質問はですね、えー、西野さんのビジネス書で一番売れた作品と、えー、一番売れなかった作品をそれぞれ発行部数も合わせて教えてください。そうだなえっ、ー、と、一番売れ、ビジネス書でね、一番売れたのは、えー、革命のファンファーレで、えっ、ー、とね、この間数字聞いたんですよ。えっ、ー、とね、今ね、 今も売れているんですけども、革命のファンファレットが。今で30万部とかですね。そう。意外と売れてるんですよ。その次に売れたのが、えー、それこそ夢と金ですね。えー、こないだ出しました夢と金が20万部。あと、堀江さんと出した馬鹿と付き合うのも20万部ぐらいですねいや。20万部ぐらいじゃない、20万部ですね。で、一番売れなかったのは、 えっと、ビジネス書としては、まあ一番最初に出した魔法のコンパスですね。これが10万部。なので、まあ、売れなかったとはいえ10万部ですから、ビジネス書に関してはですね、これありがたいことに時代とかテーマとか関係なく、まあ比較的面白がってもらっている。まあこれは皆さんのおかげですけどね。 うん、受け止めてもらっている方なんだろうなと思います。だから、10万部から30万部の間をこう行ったり来たり、えー、しているっていう感じですね。まあ、そんな感じです、えー。煙突町のプペルはどれぐらい売れたんですか煙突町のプペルは、うんとね、ありがたいことに、3日4日前にも増殺が決まったんですよ。 で、現在は、えー、っと、72万部。72万部。65ずりみたいな、65回増刷されてるっていう。絵本なので、これずっと、ロングテールなんですよ。長く、薄く長くずっとこう売れているっていう。ありがたいね。これ本当にね。まあそういった感じでございます。えー、皆さんのおかげです。 えー、そして、そうそう、煙突町のプペル、子供ギフトっていうのやってたりだとかね、ジムニータウンギフトってやってたりだとか、その煙突町のプペルをギフトするっていう、こういう運動がずーっと続いてるので、その運動を支えてくださっている方のおかげでもありますね。ずーっとこう、ずーっとゆっくりずーっと長く売れているっていう感じですね。まあ、すごく特別な一冊になってます。ありがとうございます。えっと おかしな日本語を教えてください。<laughs> おかしな日本語うん。出る悔いは打たれるとか。おかしなっていうか、昔からすげえ違和感のある言葉だな、ことわざだなと思って。出る悔いは打たれるって、ほら、あの、ほら、悔いのさ、 役目、目的っていうのは、これ地面に刺さっているっていうことじゃないですか。地面、杭からすると地面に刺すぞ、刺すぞ、刺すぞと。刺さっていれば刺さっているほどいいわけじゃないですか。なので、打たれるっていうのは、杭にとってはプラスの作業。<laughs> なんか、杭にとっては後押ししてもらっていることじゃないですか。なので、なんだろうな。出る杭が打たれるっていうのは、 ちょっと塩が足りない料理は塩を足されるみたいな <laughs>。いや、いいじゃんみたいな <laughs>。いいことしてもらってんじゃんみたいな話だと思いますね。まあ、それで言うと、出過ぎた杭は打たれないっていうね、ありますね。これなんかすごいいい言葉のように扱われているけれども、いや、杭からすると、いやいや、刺さり方がちょっと甘いからもっと打ってよって話なんで、この辺もおかしいんだろうなと思いますね。 あの、出る杭いが打たれるは、なんかすげえま、<laughs> 変な、変な、変な日本語だなと思って。えー、まあ、言い出したらきりないですけどね。言い出したらきりないけど、杭の目的ってやっぱ、打たれてないと話にならないから、テントを止める時っとも、食いが出てたらまずいわけじゃないですか。食いも,も刺さりたいわけじゃないですか。打たれるってすげえいいことなんだけどなと思って。 でえー、出るくは抜かれるだったらわかるよ。出る杭は抜けてしまうだったらわかるよ。打たれるはいいじゃんと思いながら、えー、っと、ずっと生きています。<laughs> すいません。あれめっちゃ喋ってんじゃん。もう僕17分喋ってる。遅いんだな。夜中収録すると。ダメだな。えー、じゃあ次で、えー、最後の質問に行きたいと思います。 えー、その話10年前から知ってるんだけどなあっていう顔をしながら、へえ、なるほどと相づちを打っている西野さんを時々見かけます。<laughs> <laughs> 普通の人と話すのは退屈ですかまたそんな西野さんが今興味を持っていることは何ですかマジっすか その話10年前から知ってるんだけどなーっていう顔をしながら、へえ、なるほどと合図打つってもう聞き役としてはもう最低じゃないですか、僕。そんなことしてます西野。いや、知ってたら反省ですね。ごめんなさい。そっかそっか。それは僕もね、あの、<laughs> 人間なんで、 それ人と話していて、いや、この人ちょっと退屈だなって感じることはありますよ。ありますけども、多分そんなにないんですよ。どう思われてるか知らないですけども、どう見られてるか知らないですけども、そんなにないんですよ。そんなになくてですね、えっ、ー、と、 この方は今こういうことに興味を持たれてるんだなと思いながら話を聞いていて、その中でね、となると今僕が面白がってることをこの方に投げても分かってもらえないんだろうなと思うことありますが、いや、それはですね、僕が、うん、そうだな、YouTube のバズらせ方を熱弁されても興味が湧かないのと同じことで、 自分が置かれてる環境によって持ち合わせている知識とか興味が違うのは、これはま仕方のないことなんだろうなと思います。で、今こうして喋りながらね、どうだったっけなと思ってちょっと過去の自分を振り返っているんですけども、うん、と興味がない顔が出ちゃっている時っていうのは、多分あるような気がしていて <laughs>。 あの、漏れちゃってる時はあるような、出しちゃってる時はあるような気がしていて、ただ、うんと、言い訳になりますが、それはですね、興味がないわけじゃなくて、興味がないわけじゃなくて、いや、興味がない時もあるんですけども、えー、それは本当と稀でですね、どっちかっていうと、もったいないなと思ってることが多いですね。 この時間ちょっともったいないなって思ってることが多い。多いっていうのはあれよ。僕が興味がない顔が出ちゃっていたとするのであれば、その割合のもう9割以上はですね、興味がないわけじゃなくて、いや、ちょっともったいないな、なんとかなんねえかなと思ってることが多いですねで。具体的な話しろって話ですよね。具体的な話をすると、例えば、 じゃあ、梶原くんが毎週キングコングで、週に1回のね、えー、キングコンブ二人で喋ってる YouTube チャンネルがあるんですけども、その毎週キングコングで、カジサックチームのスタッフの許せない話をよくしてくれるんですけれども、うん、その時、梶原雄太の人間味が出ていて面白いなと思う自分と、その自分は確かに言うんですよ。その自分と、 いやいや、そんなことよりも、僕たちは今、もっと面白いことをしてるんだから、そっちの話しないって思ってる自分がいたりします。えー、そっちの話って、例えば今だったら、幕張メッセの盆踊り大会、どうしていくみたいな話って、これ今しかできないし、僕らにしかできないじゃないですか。でもしかすると、そういった時の 人がですね、退屈そうな顔になっているのかもしんないですね。別に、でもそれ退屈なわけじゃなくてうん、今もっと面白いことやってるから、そっちの話した方が面白いかもなと思ってるっていうなんか、そういう迷い、迷いというか、それがなんか出ちゃってるのかもしんないですね。でもこれはまあ聞き手としては、聞き役としてはもう反省ですね。ごめんなさい。<laughs> すいませんでした。 で、えー、あ、そうそう、今興味あること今興味あることはですね、そうなんですよね。だから、今興味あることを、僕が現在進行形で興味あることを、ばって喋っても、あんま相手してもらえないんだろうなと思うから、結構取り下げるんです。引き、あの、ばって表には出さない。人といるときはあんまり表には出さないんですけれど、まあ本当にいろんなことに興味あるんですが、今はあれかな まあちょっと待って、さっきちょうどスケジュール見てたんですけども、直近の打ち合わせで言うと、音声 AI の打ち合わせがあるんですね。音声 AI で、うん、何ができるのかなっていう。まあ、だからバンドザウルス絡みですよね。バンドザウルスは、えー、っと、だからビジュアルの方は AI アートで言ってるでしょミッドジャーニーとか。 で、実はバンドザールスは、えっ、ー、と、スレッズの文章ってあれ、チャット GPT で言ってるでしょうん。で、音声 AI も行くと面白いなと思ったんですね。もっとそういう話いただいてある方から。で、もう西野の声を学習させて、つまりそれを一応ティラ様の声としてね。なんか、みんなが好きに、自由に、 ヒラ様の声を使えたら面白いくん、なんかいろいろトラブルも起こりそうで踏まえて <laughs> 面白くなりそうだなと思いますね。あと単純に興味ありますね。音声 AI が、まだ、とはいえ、音声 AI って今もなんかこう、すごいすごいってなってますけど、 まだちょっと音声 AI だなみたいな雰囲気は残ってるじゃないですか。あのー、人間の生身の声とやっぱ若干違うと。まあ、ただこれもまあ時間の問題だと思うんですよね。あのー、いろんなものが時間の問題だったよね、AI 周りは。まあこれも時間の問題だなと思った時に、いや、西野の声で、 ぶっちゃけこれ英語もいけるわけでしょ中国語もいけるわけでしょで、めっちゃ歌い、うまい歌とかもいける。となると、どうなるんだろうなどういう展開が待ってるんだろうなっていう、そっちに興味がありますね。だから、よくわからないところに興味があるっていう、それをやるとどうなるんだろうっていうところに、 まあ今興味があるっていう感じですね。っていう話をしてもさ、バンドザウルスって音声 AI ちょっと絡めてなんかやっていきたいんですよねって話しても、あんま伝わんないんで、まあオンラインサロン内では喋りますけども、表で人で対談で喋るときっていうのは、それこそね、前の、あのー、深津さんとかさ、里島さんとか、YouTube 上がってますけど、 あの辺の人たちを喋るときっていうのはそういう話バンバンできるけど、それ以外でなんかあんまりそういう話ってやる機会がなかなかないのでね。うん、あんまりそういう話しないですけど。まあでも興味があるのはその辺、音声 AI。あの辺ですね。どうなるのかなっていう。面白いっていう確信はまだ今持ててないですけど、興味はありますね。まあそんなところでございます。すいません、なんか。 夜中に収録するとあれっすね。なんか、トーン落ちちゃうから、だら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 喋っちゃうね。<laughs> ごめんなさい、えー。す、すごく長くなってしまいました。えー、また、えー、次の日曜日にお会いしましょう。オンラインサロン西野明宏エンタメ研究所では、西野明宏が現在手掛けている最新のエンタメビジネスに関する記事を毎日2、3000文字投稿しております。で、このラジオは、 もちろんこれサロンメンバーさん以外も聞かれてると思うんですけども、昨日サロンに投稿した記事、これは実はですね、その、ビジネス、大体いいつもビジネス、お仕事のことを毎日書いてるんですけど、昨日はそうじゃなかったんですね。昨日、なんかね、3000文字ぐらい書いたかもしれない。ちょっと長めの4000文字までは言ってないと思うんですけど、 長めの記事書いたんですけども、昨日は、まあ僕、2025年に大きい大きい勝負があるんですね。で、その勝負に向けての意気込みだとか、どういう思いで2025年を迎えようとしてるのかっていうですね、なんか僕のこう、気持ちの部分をですね、なんか正直に、れはなんかサロンメンバーの皆さんと共有しておきたいな、 と思ったので、っていうのは、2025年にサロンメンバーの皆さんにも、助けてもらおうと思ってて。<laughs> なんか僕一人では絶対登れない山だな、っていうのは分かってて。ってなった時になんか、その日を迎えて、自己報告のように、あるいは当日発表みたいなノリで、今日から山登りますからっていうんじゃなくて、もっともっと前段階から、僕はそこを登ろうと思ってるんです。 で、今こういうことをやってますとか、こういう思いでやってますとか、あるいはここに悔しさがありましたとか、ここに怖さがありましたみたいなことをちゃんと、うん、恐怖だとか不安だとか、期待とか、そういったものをなんか共有しておきたいなと思って、昨日すごく、ちょっと自分のこの気持ちの内面の部分をですね、えー、したというか、書いたんですけども、なんかそれ、 読んでいただけると嬉しいなと思います。えー、真面目にエンターテイメントを作ってます。<laughs> 昨日の記事だけでもぜひ読んでいただきたいなと思います。えー、それでは皆様素敵な日曜日をお過ごしください。キングコングの西野昭弘でした。じゃあまったね